ちはこんばんは、ゲーム動画の希望です。サッカークラブ育成シミュレーションフットチューリットは始めていきましょう。いよいよ開幕戦ですね。フットチューリット浜松前年9位、守りが強い、体験は取れないでしょうね。チャンス、これ、お、シュート入った。先取点、ミドルシュートが決まりました。ここからクルミが決めました。オフサイドかだったと思ったんですが、オフサイドです。守備が完全に切り切れまでされてますね、相手の。攻撃的無人。おお、スーパープレイだが、見ると苦境がならない。ここで前半終了。
さあコーナーキックチャンスです。ピンチは続く福番カーです。相手ボールのフリーキックが危ない。おっと入ってなかった。なんとか逃げ切りました。前半は本当に好調でした。いきなりじゃあミドルキックが入ります。ヒヤヒヤでした。わあ怪我、さあ全チーム勝ち負けつきましたね。
いい選手じゃないですか、オードリー。あ、育てられるかな。そうなんだ。T が多いからな。サブってわけ。さあって感じですね。次回はチェスと鹿児島。10位のチームです。まあ全チームよりやっぱり強くない、年数から上がってきたばかりのチームですね。筑波大学とオランダ戦4対2ですね。筑波大学自体が選手だ。しかも相手のホームで、油断できないチームであることは変わりありません。しっかり勝っていきましょう。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。あとツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しています。よろしければ見てください。ジュビットアーのプレイリストも用意しております。こちらは説明欄にアドレスを記載してます。ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画のプレイリスト掲示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ゲームやですが、開幕戦勝利することができました。これからもハードスケジュール続きますが思います。ご視聴いただきありがとうございます。